くメロメロ。なんちゅうタイトルやで。俺、頭おかしいゲーム大好きなんで、こんなやべえタイトルのゲームやっていきたいと思いまーす。はい。都内の高校に通う女子高生、柴山真奈美さん、かっこ17歳が、本日、日本人初となるマリオネティカフライ賞という世界的な賞を受賞しました。柴山さんは、昔から人類の課題とされていた沈黙に打ち勝つ方法を16歳の時に発見。そして、その方法を用いることで、これまでの沈黙によって引き起こされる人類への影響を最小限に抑制できることを知り、その後、1年にわたって研究を続けてきましたが、この度、その功績が認められ、世界最高峰といわれるマリオネティカフライ賞の受賞に至りました。なあおいおい、なんかすごい壮大な話になってる。世界最高峰の賞とか、え、思ったより偉いっす。なんか、でかい話始まりそうになってますけど、沈黙ベロベロっていうタイトルで。柴山さんが発見した沈黙ベロベロの効果については、すでにネズミを使った実験でも立証されており、沈黙の早期発見時の場合においては、ほぼ 100% の確率で状況を打開できるということが確認されています。さらに、沈黙ベロベロは医療の面においても注目されていて、沈黙ベロベロを応用することにより、将来的には沈黙といった状況だけにとどまらず、その他の多くの状況にも対応できるようになり得るとして期待が寄せられています。多くのライトに照らされ、スウェーデン国王や学会の関係者たちが認める中、ステージ上で柴山さんは受賞スピーチの最後にこう語りました。沈黙ベロベロの発見は本当に偶然であり、奇跡だった。しかし、このたった一つの小さな奇跡が人類をまた一歩大きく前へ進めさせたのだという、とんでもないパワーワードでできるな、おい。では、これより、柴山さんがどのようにして沈黙ペロペロを発見し、それを用いて状況を打開したのか、その経緯とその後の1年間の研究について詳しく見ていくことにします。プロジェクト X! 多分 NHK だったらこんな感じに流れるからな。沈黙ペロペロの発見は、今から1年前、柴山さんが16歳の時でした。16歳の JK が発見したからな、沈黙ベロベロ。いつものように、4次元目の授業を終え、柴山さんが2人の友達とお昼のお弁当を食べている時に、偶然お弁当の中身の話になりました。あー、なんかな、あれやな。けどな、あれやな。JK がさ、お弁当の時って結構話弾むもんやん。それがどうやって沈黙になったかっていうのがちょっと気になるところだけど。二谷さんのお弁当、美味しそう。あ、ほんとだ。うちなんか、いつも昨日の残り物とか適当に詰め込んでるよ。自分で作ってるでしょ？もっとちゃんと作ればいいじゃん。だって、明日はギリギリまで寝ていたいじゃん。まなみは？まなみっていつもコンビニで買ってくるの？だいたいそうだね。母親もそっちの方が弁当を作らなくていいし、楽って言ってる。私たちに比べたら、二谷さんはいいよね。え、そんなことないって、卵焼き以外は冷凍食品だもん。冷凍食品でもいいじゃん。お弁当を作ってくるだけマシだよ。絶対二谷さんのお母さん、優しいよね。うん、わかる。絶対優しい。うち、お母さんいないよ。ずっと長い間入院してて、去年亡くなったの。だから、お父さんと弟と私だけで生活してるの。行っちゃったー！彼女の暗い一面ついちゃったー！そうか、そういうことがあったけ沈黙になるんか。そうやろなー。いくら楽しいお食事時と言ってもさ、たまにこういう沈黙した時あるよね。お弁当は私が3人分を毎日作ってるんだけど、ほとんど冷凍食品に頼っちゃってて。でもね、卵焼きだけは昔、
お母さんと一緒に作ったことが一回だけあって、あ、その時もお母さん入院してたんだけど、その日だけは外出許可が出たから、だから卵焼きだけはお母さんの味なんだ。泣かせるじゃねえかよ。おい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 、涙腺崩壊もんじゃねえかよ。おいおい、涙腺ペロペロやんけお前、涙腺ペロペロじゃん。お前なんだ涙腺ペロペロってお前。そう、そうなんだ。へー、でもこんな感じで沈黙になるんじゃ。気まずい雰囲気が漂い始め、沈黙が続こうとしていました。その時に柴山さんは動いたのです。柴山さんはそれまで噛んでいた口の中を物を飲み込むと、おもむろに舌を出し、目の前にある沈黙をペロペロと舐めるように舌を動きしながらこう言ってたので行動がおかしい。うん、おい、行動がおかしい柴山さん。沈黙ペロペロ出たー、沈黙ペロペロだあー、頭狂ってんのか柴山。すると突然スーパーの空気が変わりました。柴山さんの顔は表情とその奇妙な行動がこれまでに感じたことない新しい刺激として友達2人の脳に訴えかけたのです。その瞬間、2人の興味は柴山さんの興味奇妙な言動に向いていました。沈黙以前の話だと2人はもう覚えていなかったことでしょう。こうして柴山さんは状況打開に成功しました。そしてこの瞬間こそが沈黙ペロペロ誕生の瞬間だったのです。ああ、柴山さんがやべえやつだってことしかわからん。こんな暗い話は後にさ、沈黙ペロペロとか言うで、とんでもないこと言い出す。柴山さん、どんな家庭で育ったんやお前は。ああ、その後のネズミの使用した実験で、人間とネズミとの間に無限に発生する沈黙に対して沈黙ペロペロを使い続け、ネズミがどう変化していくかを、その様子を毎日観察していた柴山さんはある一つのことに気がつきます。なんか犠牲になったネズミはすごいかわいそうになってくるわ。こんななんか沈黙ペロペロという頭おかしい実験のモルモットにされてるからな。沈黙開始から沈黙ペロペロが発生する前の時間によってネズミの運動が活発になるときとそうでないときが見られたのです。その後も実験を進めていくと、沈黙と沈黙ペロペロの発生には深い関係性があり、沈黙開始から2秒以内に沈黙ペロペロを使用した場合、その状況打開率はほぼ 100% という結果が出ることが分かりました。なるほど、沈黙ペロペロって沈黙を消し去る魔法の言葉だったんやな。あー、なるほどね。じゃあ俺もさ、空気が重くて誰も喋らんときに沈黙ペロペロってやってみようかな。いや、やめといた方がいいな。絶対頭おかしい人間だと思われるわ。俺普段から頭おかしいことやってるので、さらに頭おかしいことになれてしまうな。今度コラボ方針でやってみようかな。突然黙り込んだときに沈黙ペロペロって言ってみようかな。さらに柴山さんは沈黙ペロペロの新たな可能性を見出すのです。それは沈黙ペロペロの沈黙以外の応用とその効果についてでした。それを証明する上でも柴山さんの置かれた学生生活という場は最適だったのかもしれません。柴山さんは目に映るあらゆるものに対して沈黙ペロペロを使用することで、沈黙ペロペロがそのものに与える影響などを検証し、それが時と共にどう変化していくのかを日々記録していきました。柴山さんの学校生活さ、なんか腐ったもんやってきてるな。もう裸から見たら変人やけんなこれ。どう考えても、まあ新しいものを試そうとしよう人間って裸から変に思えるんかもしれんけどな。まあそういうもんなんかもしれんな、新しいものを作り出すってことは。いや、それと関係ないな、絶対。沈黙ペロペロ自体がおかしい。どっからなんか民族のダンスみたいな、こう、音流れてきてますけど、これ。どこの民族やの。
カバディ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 。椅子ベロベロ。机ベロベロ。教壇ベロベロ。黒板ベロベロ。黒板パチベロベロ。自主ジョークベロベロ。イカれとるわこの女。イカれとるわ、ただのイカれた女じゃないかこれ。効果は柴山さんが期待していた以上のもので、それは沈黙ベロベロの多面性を証明することにも成功したと言えるでしょう。しかし全てがうまくいったわけではありません。沈黙ベロベロを研究するうちに柴山さんはある問題に直面します。あれ、なんだい。もう柴山さんの人間性にも問題があるように見えてきているけどね。それは、沈黙ベロベロの多様による周囲の抵抗値の上昇です。どういうこと？確かに1回の沈黙ベロベロの状況打開に対する効果は絶大ですが、その沈黙ベロベロを何度も使用することで周囲の抵抗値が上昇してしまい、効果がだんだんと薄れてきてしまうのです。ああ、慣れてくるんやな、つまり。周りからもなんか、それ見たことあるけんってことでさ、だんだん面白くなってくる、面白くなくなってくるやつな。ああ、あるよね、エンドの神様のお笑い芸人もさ、なんか、何回も見ていっきょったらもうなんか、それもう飽きたみたいなことあるよね。同じ場所、柴山さんは空間をと呼んでいますが、その同じ空間で、沈黙ベロベロ使い続けた結果、わずか4回ほどでその効果を失われてしまうということが実験によって分かりました。4回も続くんや。逆に4回も持つんやなって思うやな。沈黙ベロベロでの笑いを取るんだよ。うん。ダンディ桜のゲッツってどれぐらい持つんかな。2回ぐらいで終わっとったんじゃないかなって思っとったら、その4回持つっていう沈黙ベロベロすごいなって逆に思えてくるの。簡単に言うと、沈黙ベロベロを4回使う頃には、あたりは沈黙ベロベロになれ。飽きてしまうということです。なんかあたかもさ大発見みたいなこと言いようけどさ、考えてみれば普通には当たり前なことなんよ。この問題についてはかなり悩まされたと柴山さんも後に語っています。そんなことで悩むな。わりとしょうもないことで悩んでんだよお前は。お風呂に入っている時も眠りつくこと前も、常にこの問題が柴山さんの頭の中にありました。支配されてるんじゃないか。柴山さんの生活がもう沈黙ペロペロについて支配されてるんじゃないか。なんか、ある意味なんか、不幸な人生を送っとるような感じになってる。いくら考えても、その解決策か思いつきません。そんな時、たまたま学校で英語のリスニングのテストがありました。そして、CD から流れてくる英語を聞いている時に柴山さんはひらめくのです。これだどれだよ。その方法は、沈黙ベロベロの本来のイントネーションを大胆に崩し、変則的な沈黙ベロベロを使うというものでした。なるほど。ああ、なるほどね。なるほど。ダンディ桜のゲッツでもさ、なんか言い方を変えてみたらちょっと違った面白さってもあるか、みたいな感じやな。なるほど。なんかわかる気がするけどさ、それをさ、テストのリスニングの問題に解きようときにこれだってなる。柴山さんもなんかイカれとるわ、もう。さっきからイカれとるけど、さらにイカれとるかって増してきとる気がするんやけど、お前。イカれ具合のオリンピックに出れそうなの。一つの例を挙げるなら、これまで、沈黙ベロベロという言い方を、天脈ベロベロという言い方に変えるという方法で。もうなんかさ、もう、何言おうかわからんようになってきてるからな、そこまで来たらお前。結果は大成功だった。大成功だった話は。変則沈黙ベロベロは、無数にその姿を変えることができるため、抵抗時の影響を一切受けることなく、効果を発揮することができたのです。こうして、下山さんは、沈黙ベロベロをより完璧なものへと進化させていったのです。結果、このマリオネティ・カフライ賞の受賞をきっかけに、女子高生柴山真奈美さんの発見した沈黙ベロベロは世界中から注目され、今後もその使用の場が広がっていくことは大いに予想されます。今はあまり私たちの生活の中で目にすることは少なく馴染みのない沈黙ベロベロですが、将来もしかしたら
沈黙ブロブロによって私たちが命を救われるという日も近いのかもしれません。やだなんか嫌だ、沈黙ブロブロに命救われるか嫌だお前、嫌だなんか嫌じゃ。やべえ、この後いろんなところにメディアに出されてさ、沈黙ブロブロは世界を救うとか雑誌を表紙に出てくるんかな。嫌な雑誌やな、なんか買いたくねえな。10年前の雑誌記事を投げ捨てると私はベッドに入りつぶやきました。10年後になってるし、いきなりくだらないお前がそれを言うなマリオネティカフライ賞の受賞で世界中に知れ渡った沈黙ペロペロは翌年から脳科学の分野で取り入れられて成長し続けてきましたが、一方で沈黙ペロペロを利用した多発テロが引き起こされるなど、沈黙ペロペロを悪用した犯罪も増え続けましたなんやで、沈黙ペロペロを悪用した犯罪ってなんやで、具体的にどういうことを言うんだなお前なんだな、沈黙ペロペロっていうことがセクハラになるんかお前。やがて沈黙ペロペロに恐れを抱いた人々は沈黙ペロペロの使用を禁止し、沈黙ペロペロはいつしか人々の前から姿を消しました。そして人類は沈黙への対抗手段を再び失うことになったのです。もういいよこと、頭おかしい。当時高校生だった柴山真奈美は現在日本を離れ、カナダの地でひっそりと一人で暮らしていました。沈黙ペロペロは私たちの手を離れ、多くの人に手によって改良を下げすぎてしまった。やはり当時私が主張していたように、無理に変則沈黙ペロペロに手を出して加えたことで、変則沈黙ペロペロは進化したのではなく、全く別物の疑似沈黙ペロペロになってしまったんだ。もうああいろんなペロペロ出すなお前ややこしいことになってくるな。まあ今となってはどうでもいいことだけれど、今じゃなくてもさ、最初から割とどうでもいい話しとんよ。壮大などうでもいい話しとんよな。私は弁当から起き上がり、明日使う薪を用意するために家の外へ出ました。オッケー、俺が操作するんか。薪ね、どっか金のところ探せばいいんか。なんか突然自分で操作できるパートが入ったらなんか違和感あるよな。あ、誰だ？シャロン、おはよう。あら、マラミ、おはよう。あ、外国人っぽいな、これ。そうやもんな、カナダやもんな。ミランダもおはよう。今日は朝早くからママとお出かけ。おはよう、マラミ。そうなの。今日は新しい洋服を買いに街に行くの。これからもっと寒くなるし、厚手のコートでも見てこようと思って。そうね、今のうちに買っておいた方がいいかもね。気をつけていってらっしゃい。うん、またね。近所に住むシャロンとミランダを見送った後、私は家の中へ戻り本を読みました。買ってそのまま読まずにしまってあった本を何冊か読み終えた後に適当に昼食通り、再び本棚の前で本を読みふけていました。気がつくと外は薄暗くなっていて、寒さも昼間より増していました。あれ、こんなところから沈黙ペロペロの話なくなってきたけど、どうしたんだろう。外出ればいいんか。カナダやけんな、どっちかって寒い地域か。カナダって寒い地域だったっけ。なんかすごい冬だな。でも沈黙ペロペロの話なくなってきたけど、どうするんこれ。あ、こっち行けるんじゃ。この家か、この家に行けばいいんか。違うんか、あれ。なんか沈黙ペロペロの話じゃなくなって始まってきてる気がするんやけど、大丈夫か。おい、俺らの沈黙ペロペロどこに行ったん。なんだ俺らの沈黙ペロペロって。あ、こっち行けるで。この家か、違うな。こっち行けばいいのか。え、違う。やばい、この沈黙こそどうすればいいかなと思い始めてきたんやけど、この何をすればいいのかわからん沈黙ペロペロはどうすればいいの。沈黙ペロペロはどうすればいいんだこれ。あ、窓かいあ、外に出てなんかするかなと思ってたら窓かいこれ私が窓から見える
夕景景色をぼやりと眺めていると、その遠くの方からシャロンが慌てて走ってくるのが見えました。シャロン、そんなに慌ててどうしたの？何かあったの？私が問うと、シャロンは右手を自分の胸に当てて呼吸を落ち着かせた後に、ミランダがいなくなったと私に告げました。娘さんが。帰りの道で友人に会って喋っていたらいつの間にか会話に夢中になってしまったの。ちょっと目を離しただけよ。そうしたらミランダの姿はもうそこになくて。家には帰ってないの？ミランダはもう一人でも家に帰れるでしょ？いいえ、家にはまだ帰ってないわ。私一体どうしたらいいの？ミランダがいなくなったら私生きていきたいわ。シャロン、落ち着いて一緒に探しましょう。家に帰る途中で目を離した隙にいなくなったのなら、きっとこの近くにいるはずだわ。私は外に出てミランダを探し始めました。外は思っていたよりも寒く、もしも今日中にミランダが見つからなければ最悪な結果が待っていることが容易に予想できました。なるほど、そういう感じか。ミランダー、どこー、ミランダー。さっきもなんかこんな感じでいろいろ回り寄ったぞ、お前。ミランダー、早出てきてくれんかったら、やばいぞ。喋ることなくなってくるぞ、このゲーム。沈黙ペロペロ一本でどうにか支えてきたようなゲームやけんさ。喋ることなくなるぞ、お前。沈黙続くぞ、お前。やばい、沈黙がある。あ、こういう時こそ、沈黙ペロペロ！あ、これでいけるだろ。これ、使ってもうたわ、俺も。沈黙ペロペロ使ってもうたねえか、お前。俺も沈黙ペロペロ使ってしもうたねえか、お前。何も喋ることなくなってくるけんさ、お前。はぁ、あ。こんなとこまで来ちゃった。こっちか。あ、来た。しかし、私たちがいくら探しても、ミランダは見つけることができませんでした。ミランダはきっと近くにいる。この強烈な寒さで、体が凍え、声を出したくても出させずに小さな体で一人で震えているのに違いない。そう思いました。ミランダ、どこにいるの？お願い、返事をして。私たちは必死で探しました。けれども、私たちがいくらミランダの名前を呼びかけても、ミランダからの返事が待って帰ってくることはありませんでした。そして、そこに静寂と沈黙だけが漂い始めようとしていました。まさか、まさか。その時、私の口が無意識に動きました。私はそれまで口を覆っていたマフラーを外すと、おもろに舌を出し、目の前にある沈黙をペロペロ舐めるように舌を動かしながら、こう叫んだためです。来るんか、沈黙ペロ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 。すると、突然、崖下の雪に覆われた君の影から子供の笑い声が聞こえました。凍えるような寒さの中にミスマッチした私の、その君の言動が、これまでに感じることない新しい刺激として、ミランダの脳に訴えかけたのです。その瞬間、ミランダは無意識のうちに声を上げて笑ったのでしょう。お、場所分かった。救った！沈黙ピロピロが子供の命救ったんやけど。マジかよー、沈黙ピロピロ万歳なんやけど。私が書き寄ると、ミランダは衰弱した体で、私にしがみつき、耳元でこうささやきました。沈黙の中で声も出さずにずっと震えていたの。すごく怖かった。でも、沈黙ピロピロが私を迎えに来てくれたの。それはとても優しい光だって。優しい光だって、沈黙ペロペロ優しい光だって。うん、何言ってんだお前は。こうして私たちは無事にミランダを見つけることができました。そして同時に時が経ち時代が変わっても、私の中にはまだあの子の沈黙ペロペロが生きていると実感できたので。そうだ、沈黙ペロペロは人々の記憶から忘れされても、まだ死んだわけではなかったんだ。私はもう一度、沈黙ピロピロの可能性にかけてみることにしました。
と言っても、当然、従来の沈黙ペロペロの進化系である、変則沈黙ペロペロを、さらに進化させただけでは、過去と同じ過ちを繰り返すだけで、何の意味もありません。私が目指したのは、沈黙ペロペロと同じ力を持ちながらも、沈黙ペロペロではない、全く新しい、沈黙ペロペロの開発です。やばい、後半やけん、沈黙ペロペロがラッシュ来とけんな。ラッシュでかかってくるよけんな、お前。従来の沈黙ペロペロに同程度の力を持つ新しい沈黙ペロペロをぶつけることで創生効果を生み出し、それによって沈黙ペロペロを利用した犯罪を防止できるのではないかと私は考えました。フーディーに対抗するには雷神。なんて読むこれ。何や胸、もうわからんけど、が提唱したこの風神雷神理論をもとに私は研究を重ねていきました。うん、これで風神雷神使えるって、その二人すごい不名誉だな、お前。風神雷神が不名誉に感じてくるわ、お前。しかし、沈黙ペロペロの研究から長い間離れていた私にとって、それは苦難とも言える道のりだったのです。開発はすぐに行き詰まってしまいました。沈黙ペロペロ、沈黙ペロペロの効果を打ち消すことができる新しい沈黙ペロペロは、果たしてそんなものが本当に見つかるのか。また、もし発見できたとしても、同じ空間内に二つの、沈黙ペロペロを存在させることは可能なのか、来る日も来る日も、私は考え続けました。それでも答えは出ないのです。進展のない研究を続けているうちに、私の顔はやつれ、体調も次第に悪化していきました。やっぱ、沈黙ペロペロに支配されてるじゃないか、お前の体、お前。まだ外眺めてみるか？違うな。出た方がいいんじゃないのか？違うな。どうすればいいんだ。それに出るか。気晴らしだ。で、いいんかな。あ、出たわ。よかった。ドアを開け、深呼吸をすると、もう何日も吸っていなかった外の空気がとても新鮮に思いました。雪は相変わらず降り続き、降り積もった雪は寒さをより一層厳しく感じさせます。私は気晴らしに散歩でもしようと思い、あてもなく歩き出しました。あの、例の場所に行ってみるか。例の、こっちの道に。こっちっぽいもんな。違うんか。あ、違った。どこへ散歩すればいいんだろう。どこへ行けばいいんじゃ、このゲーム。わからんのよな。いつもいつも。あー、こっちに道できてる。こんな道なかっただろ、お前。こんな道なかっただろ、お前。こっちじゃ。明らかにこっちじゃ、お前。道を歩いてる途中で、ふと顔を上げると。見たことのない男がこっちへ向かって歩いてくるのが分かりました。研究に明け暮れていたせいか、いつの間にか高知駅のことに無関心になっていたのかもしれません。あ、だから新しく道ができたことに分かってなかったんかわ。新しく道ができとったんやな。そんだけで当然違って離れとうけんさ。おっさん出てきた。ジェントルマンみたいな人が来た。新しい人が高知へ越してきたのだろうと思いました。しかしどうも様子がおかしいのです。誰かを探すように、あたりをキョロキョロと見渡しながら、こっちへ歩いてきます。そして、私とすれ違うという時に、男は、それまで噛んでいたガムを振り積もった雪の上にいきなり吐いてかと思うと、おもむろに舌を出し、ペロペロ舐めるように、舌を動かしながら私に向かって、こう言い払ったのです。沈黙ペロペロ！なるほど。露出魔みたいなもんなんやな。重く冷たい悪意に満ちた沈黙ペロペロ、しかもそれをこの子たちに向かって堂々と。なんか暴言吐いたみたいな感じになったもん。こうやって犯罪者たちは私を知らないところで沈黙ペロペロを犯罪の道具として扱い、人を傷つけてきたのか。そう思うとだんだんと私の中に怒りが湧いてきました。そしてその瞬間、私の体も無意識に動き始めました。私は両手で自分の体を強く抱きしめると、怒りと寒さで体を小刻みに震わせ、私に襲いかかる目の前の沈黙ペロペロに向かってこう叫んだのです。沈黙ペロペロ。すると突然その場の空気が変わりました。男の奇妙な言動に対し、私が同じような奇妙な言動で返すことによって、その効果を完全に打ち消したのです。その光景はまさに風神と雷神の戦いそのものでした。そしてこの瞬間こそが
沈黙ペロペロに対抗できる唯一の手段、沈黙プルプルの誕生だったのです。新しい変な言葉出てきた。お前、誕生の瞬間だったのですとかじゃないよ。お前、気が付くとその場から逃げ去っていました。男は、沈黙ブルブルがあれば、たとえ沈黙ブルブルが犯罪者の手に取って暴走したとしても、その動きを止めることができます。さらに沈黙ブルブルは、沈黙ブルブルの発生を感じた相手の体が危険信号と共に出す防衛炎の一種、いわば守りの言動であり、沈黙空間の破壊能力を持つ沈黙ブルブルに対し、沈黙ブルブル自体に空間を破壊する能力はありません。沈黙ブルブルや、この効果を与えるのは、沈黙空間ではなく、沈黙ブルブルそのもの。これこそが、沈黙ブルブルの強みなのです。沈黙ブルブルという防衛手段が存在しているため、人々はもう、沈黙ブルブルに恐れを抱く心配もありません。これで安心して、沈黙に対して、沈黙ブルブルを使用できるというわけです。将来的にも、沈黙ブルブルは、これまで以上に活躍の場を広げていくことでしょう。しかし、それでも人類は過ちを繰り返します。人々は常に何かを恐怖し、その恐怖から逃れるために無理に沈黙ブルブルを進化させ、疑似沈黙ブルブルを生み出し、そして最後には自らの手で壊すのです。エンド。何このゲーム。